これはお子さんに安全基地を与える、セキュアベースを与えるってことにつきます。子供はね、いろんなことにチャレンジしたいって気持ちがあるんですけど、それはお父さんお母さんが保護者として見守ってあげて、安心していろんなことにチャレンジできると、それが素晴らしい安全基地になるんですね。で、ただですね、じゃあ親は何もしなくてもいいのかって、そうではなくて、お子さんの前にいろんなものを並べていただきたいんですよね。それはお絵描きかもしれないし、絵本かもしれないし、スポーツかもしれないし、自然観察かもしれないし、音楽かもしれないし、何でもいいんです。とにかく子供がなんかよく奥染めで目の前になんかいろんなものを置いて、なんかそれで何に手を出すかっていうのをやるじゃないですか。あれはやっぱり子供にとっては安全基地の形を表していてですね、いろんな社会との接点とか学びの機会を与えて、この子はじゃあ何に手を伸ばすかなと、でそれに手を伸ばしたら、じゃあそれを応援してあげようと、そういう気持ちでいると、とてもとてもいい安全基地ができると思いますし、子育ては僕は宝探しだと思ってるんですね。子どもという宝箱にどんな宝物が入っているかということは、親にもそして子ども自身にもわからない。だから一緒にその宝物を探す、これが子育てなんじゃないかなと思っています。イマジネ、Realization, Competition, Connection. Université Imaginée. Imaginée 大学 with Discovery はクリエイター育成のための実験プログラムです。クリエイターとその愉快な仲間たちとイマジネ大学講義の2部構成でお届けします。今日はどんな方々に会えるのかワクワクします。さあスタートです。この番組はエイブル、清水建設、人の時を思う JT の提供でお送りします。よろしくお願いします。なんか秘密基地っぽいですよね。なんか作戦会議をちょっとしてやってそうな感じがしますね。キャンプを仕事にしています、佐久間亮介です。キャンプを仕事にしたいあなたへ、そんな話をしたいと思います。いろんな選択肢が実はキャンプの中にもあって、まあ、自分で本を出したりもして、キャンプ職業案内という本を出したんですけど、実はキャンプにまつわる仕事ってたくさんありまして、例えばこういうキャンプ道具を作るメーカーさんの、まあ、プロダクトを開発する人もいれば、それを売りに回る営業の人、あるいはこれを実店舗で販売するショップの店員さんだったりバイヤーさんだったり、あとはキャンプ場の方、フィールドの方もそうですし、雑誌を作るクリエイター陣、最近だと、まあ、ライターさんもいればカメラマンさんもいますし、あとは SNS とかで活躍する、まあ、YouTuber さんだったりインスタグラマーさんだったり、本当にもういろんな方がキャンプにまつわることを仕事にして、まあ、それで生計を立てられてるっていう、実は結構幅広い、いろんな職業があるんだよっていうのを自分の本で、まあ、紹介をしています。なんで、まあ、そういう幅が広いので、本当に自分の特性に合った形でその職種を選べば、必ずキャンプを、まあ、仕事に誰だってできるかなと思ってます。キャンプ市場、オートキャンプ市場とかって言われて、あるいはこの本にも帯にも書いてあるんですが、アウトドア全体で今5000億ぐらいの市場があるって言われていて、まあ、その中でもキャンプって始めやすいというか、多くの人にとって馴染みのある遊びだと思うので、やっぱりどん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 世の中が便利になればなるほど、なんか自然を求める何かがあるのかなと思っていて、正直言うとやっぱり道具とか
にお金がかかったりとか、まあ、車で移動したりする遊びだったりをするので、だいぶこう余暇をまあ過ごすだけの余裕のある方がまあやるレジャーではあるんですけど、まあ、その裾野というか幅がすごく広がってきた。例えば最近増えてるプライベートキャンプ場とか、一組限定の、あのちょっと普通のキャンプ場よりはお金高いんですけど、もうとにかくその週末はもう自分たちだけで、その森の中で過ごしたいっていう、まあ、欲求とかをそうやって叶えたりして、まあ、過ごしてらっしゃいますね。僕はキャンプ場をこれからまあやろうと思ってるんですけど、まあ、キャンプってものをもっともっとたくさんの人に知ってほしいっていう、思いがあって、僕はこの世界に入ったのは会社員を辞めたもう8年前9年前に遡るんですけど、まあ、その頃って今ほど全然キャンプが全く浸透してなかった。今本当にいろんな人、まあ、家族のキャンパーも当たり前なんですけど、ソロキャンパーっていうものがだいぶ市民権を得たり、まあ、女性だけでキャンプをする女子キャンプとか、本当にいろんなキャンプの中でもカテゴリーが増えて、層がたくさん増えている中で、ある程度こうやって広がってきた時に、僕がこういう本とかだったりとか、これからキャンプ場をやったり、あるいはまあプロダクトをちょっと手書きさせてもらったりとかしていく中で感じた、自分の今の仕事の喜びは、この仕事につけたことによって、そのキャンパーさんの喜びをまあ提供する側に慣れたことが、まあ一番今のこの仕事をして本当に良かったな、自分の人生が豊かになってるなっていうふうに感じますね。例えばフィールド、キャンプ場で言うならば、キャンプ場って一言によっても言っても、エリアによってその自然の特性が違うはずなんです。僕がこれからやろうとしている北軽井沢では、広葉樹の森がすごく美しい。軽井沢っていう名前はついてるんですけど、軽井沢から少し30分ぐらい上がっていく場所なので、すごく静か、人の気配もあんまりなくて、そうやってこうエリアによって、例えば川がすごく近くに流れていて、それが綺麗だとか、湖の湖畔沿いだとか、まあ、いろんな要素があると思うんですけど、それを本当にこうどんどんすごくすごくすごく掘り下げて磨き上げると、まあそれが自分たちだけの強みになっていくんじゃないかなと思って。あとはキャンプ系で言うと、やっぱりご自身が本当にキャンプが好きかどうかっていうのは、こうキャンプがチヤホヤされているからこそ改めて問われるのかなと。ぜひ皆さん、キャンプを始めるでもいいですし、例えば週末ちょっとキャンプ場で働いてみようかなとか、新しい刺激がですね、キャンプだったり自然の中にはあるので、興味ない人ほど実はやってほしいんですけどね。その森の中に入ったり、まあ、湖畔にいる自分がすごくこう、なんでしょうね、まあ、スイッチが入るというか、今までとは全然違う場所に自分の体を置くと、なんか開けるものがあるような気はしているので、まあ、まさに興味のない、興味がある人はもちろんなんですけど、今まで興味なかったよっていう人も、ぜひやってみてほしいと思います。すごいな、ウイモちゃん、人の人生変えちゃうんだから、ね、武藤家に多大なる影響、ね、クリエイターとそのゆかいな仲間たち、クリエイターとその愉快な仲間たち。今月は武藤千春さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして今回も武藤さんの愉快なお仲間がいらっしゃいました。ザ・キャンパスベース代表の井本義久さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。愉快な仲間です。愉快な仲間、ありがとうございます。一気に温度上がりましたね。なんか一気になんかちょっとなんていうか、すごいですね、パワーが。パワーすごいですよ。ね、ありがとうございます。お二人の関係は、関係はなんと言ったらいいんでしょう。でも、お母さんが彼女のお母さんがうちでやってるオンラインの農学校に入ってくれて、それの前には僕がラジオに出演した時に彼女がパーソナリティをやっていて、はい、その番組をお母さんが聞いて、お母さんが
うちのスクールに申し込んだ。で母がそのオンラインの学校を受けてるのを聞いて、うん、あなんかやってんなぐらいに思ってたんですけど、まあ、だんだん興味湧いてきてで芋ちゃんって呼んでるんですけど、芋ちゃんに話を聞いたらなんか私もやりたくなってきたみたいなことになってきて、あのいろいろ教えてもらって。じゃあそれまではあんまり農業は全くだったんですか？ゼロです。へえ、すごい。じゃあ芋ちゃんのおかげで農業に目覚めた。芋ちゃんのおかげで今このノーライフ楽しめます。すごいことですね。いや面白い。すごいな、芋ちゃん人の人生変えちゃうんだから、ね、武藤家にたわいなる影響、ね、井本義久さんは広島の限界集落にある米農家のご出身です。東京農大を卒業するも広告業界へ進み、さまざまな会社のブランディングを手掛けてきました。2012年に飲食事業を始めるも、奥様の病気をきっかけに健康的な食に対する探求心が芽生え、農家を巡るように。2017年、世界を農で面白くするをテーマに農コミュニティザ・キャンパスを始めます。以来小規模農家の育成に特化したコンパクト農ライフ塾や農的暮らしの面白さを探求するオンラインサロンを主催しています。著書にビジネスパーソンの新兼業農家論を出され、限界集落再生の取り組みたまり場プロジェクトを指導されました。またいろいろなことをしていらっしゃる方が。であれ、お母さんが入ってたらコンパクトノーライフ塾なの？そうです。なるほど。発揮生とか。そう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 、ですよね。発揮生で、うん、がっつり入られてたんですね。もうがっつり、もう発揮生の中ではお母さん抜きでは考えられない。そうだよね。台風の目みたいな。ちょっとそう、これはちょっと大げさだと思う。ちょっとあの、じゃあ無糖ママもかなりパワフルなんで、ね、いやもうすごいパワフル。気になりますね、お母さん。すごいパワフル。すごいパワフル。いやもうとにかく明るいです。うん、もういつもわはははって笑ってるっていう感じ。そうなんだ。面白い。お母さんにも興味津々。ね、お母さんにも興味出てきたね。今日お母さんの方が良かった。いやいやいや、やめてください。怒られますよ。ちょっと番組がねちょっとね困るんでね。いや今日はちょっと農業についていろいろ聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、やっぱりこう今の流れだと農業で稼ぐには大規模じゃないとダメなんじゃないかみたいなこともありますけれども、コンパクトノーライフを提唱されているということで、これどういった。コンパクトっていうのは、まあ、小さくても機能するとか小さくても質が高いっていうのがコンパクトだと思うんですよね。うんうん、単なる小さいだけじゃないというか、うん、畑がじゃあ小さければいいのかって言ったらそんなことでもなくて、何かこう自然の摂理にのっとって無理なくやっていくっていう農業っていうのがこれからなんじゃないかなと思って、うん、全国のいろんな農家を僕が巡っていくうちにその哲学に出会ったというか、うんうんうん、で武藤さんもそうですけど、やっぱり大規模じゃないってなるとなかなかこう農協とかとはまた違ったルートでの、まあ、農業っていうことになるわけじゃないですか。そうですね。まあ、自分でやってる分には、ね、誰でも好きな分できるかもしれないですけど、どっかにこう下ろすってなるとまたちょっと変わってくるんじゃないですか。そうですね。まあ、その顔が見える相手とだけ取引していけばそれで成り立つんじゃないのっていう基本的な考えがあるんですね。今の農業っていうのはあらゆるところで大量生産大量消費っていうものに傾倒してるというか、もともとコンパクトにやっていくっていう農業のスタイルであれば流通の開拓もコンパクトでいいっていう考えなんですよね。もう自分たちが少量に作ったものをその価値を分かってくれる人とだけ小さく取引していく、それで自分の暮らしは実は十分成り立つんじゃないかっていうことなんですよね。でも確かに今井本さんの言ったことでハッとされたのは、あのマーケットって我々言うんだけど、うん、マーケットって結局作り手と消費者の間の雲というか、なんか見えなくなっちゃう、お互いの姿が。これ誰が作ったんだろうとか、これ誰に届くんだろうって見えなくなっちゃう、うん、でもマーケットとか言わないでもう自分の顔が見えるとか繋がってる範囲内でやれば別にマーケットも何もないもんね。いやそうなんです。言われてみたらもともと飽きないっていうのは、うん、その農の世界から起きたっていうふうに言われてるんですね。うんうん、春に、育てたものっていう植え付けたものっていうのを秋に収穫してそれを物々交換したっていうことで、秋に行うから飽きなうっていう語源はそうらしいんですよ。だからその商売自体っていうのは、まあ、顔が見える相手とだけ取引していれば実は成り立つ。うちのスクールでも卒業生たちが卒業生のコミュニティでこんなもん作ったんだけどって言ったら、あ買う買う買うって言ってすぐソールドアウトするわけですよね。それで実は十分マーケットなんじゃないのっていう。確かに。もともとはだってそういうつながりなわけですもんね。うんうん、間仲介が入ると見えなくなるけど、それがなければ顔が見える相手との取引ですもんね、うん、ずっと。そうですね。あとさ、俺は今ふっと思ったんだけどさ、やっぱり
マーケットを通して買うっていうと、まあ、どうしても消費者としてはね、あの値段が安ければいいっていうふうになっちゃうじゃないですか、うんうん、でも生産者の顔が 見える時にお宅の野菜なるべく安く買いたいんですってならないね、不思議なことに。確かにならないですね。そうなんです。だから野菜の価値って、うん、結局まあ野菜でも何でもそうですけど、うんうんうん、例えば捨てられるものでさえも、うんうんうん、誰かにとっては宝物だったりすると思うんですよ、うんうんうん、その価値っていうのはその間対面した時に決まるというか、うんうん、だからちゃんとこう言葉を交わして伝えていれば農家の農産物っていうのもそれを高い価値で買い取ってくれる人たちって必ずいるはずなんですよ ね。しかもやっぱり農家の方が相手が見えるとよりありがたくも感じるし感謝もするから、それをこう体に取り入れた時によりこういい身になりそうというか、うん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 、そうですよね。でも広告代業界どういう、はい、どうやったんですか。あの広告の企画制作みたいなことをやって、めっちゃもう資本主義の世界でしょ、ね、がっつりど真ん中ね、がっつりそうでしたね。でそこからここに来るのはな、ね、どういう面白い何がありましたか。いやまあそのブランド作りっていうのをずっとプロデュースするみたいなことをやってきてたんですよね。で自分でもブランド作ってみようって言って、そのフライドポテトとジンジャーエールの専門店を始めたりとか。フライドポテトとジンジャーエール、ね、そうなんです。えそれどうなりました。それ今もあります。あのそれはもう後輩に譲って、フライドポテトとジンジャーエール、はい、なんかオムツランドとかにもお店作ったりとかしてやってたんですけど、妻がそうこうしてたらガンになって。あ、お気の毒。そうなんですよ。で人がなんでガンになるのかっていうのを自分なりにこう探求したというか、うん、もう独学ですけど、だったらどうやらそのガンになることの原因っていうのは食が結構関係してるっていうことが分かって、うん、でその食の根元を作ってる農家の元を歩いてみようと思って、いろんな人たち農家に会ったんですよね。オーガニックな野菜を作ってる、だったらその人たちの哲学が本当素晴らしくて、うん、生き方というか、そこにすごい感銘受けて、もうこれだなと、こっちだなと思って、まあ、そこからもう広告業界とかもどっちでもいいなみたいなぐらい取りつかれたように。そうなんですね、はい、農業の世界のことやってますけど。今井本さんご自身では農業としてはどんなものを作ってらっしゃるんですか。今ですね、あの大豆をだいたい東京ドーム半分ぐらいの大きさの畑で作って、でそれを豆乳クリームチーズとか豆乳マヨネーズとかに加工して販売したり、うん、なんかでもほら、ね、さっきからさ、やっぱりお話するのお上手だから、お話はうまいんだけど野菜はどうなのかなって思わない。振りですね。いや思わない。いい思いますね。そうですよね、思うよね。ご用意させていただきました。あ、そう、やったいただきます。うん、おいしい。なんだこりゃあ、これが、はい、そうです、はい、これが豆乳マヨネーズで、はい、豆乳クリームチーズの青大豆と白大豆で作ったやつ、うん、これだから大豆から僕ら畑で作ってるんですけど、うん、まずはちょっと待って、これさ、まずこのたまり屋って、この ね素敵ですよね、はい、このラベルはどういう。これはですね、たまり屋というブランドで、地域がそのたまりという名前なんですよ、うんうん、あ、そうなのね。たがまんがある里と書いて、うん、でそこの、まあ、限界集落なんで、でもともと田んぼがたくさんあるんですけど、棚田が綺麗にあるところなんですけど、そこが耕作放棄されて、で何も作らなくなっちゃってるっていう、で高齢化が 65% ぐらい高齢化が進んでるっていう集落なんで、うんうん、そこちょっと元気にしたいなっていう思いで、僕の出身地なんで米じゃなくて大豆を作って、うんうんうん、でその大豆の価値を高めるっていうことをやってみようっていうので、その商品を作り出しました。じゃあ食べていただきたいんですけど、野菜はこのマヨネーズともうこれにつけちゃって、はいはい、マニアカウダみたいな感じで。この野菜はやっぱりたまりで取ったやつなの。そうです。ちょっとじゃあ早速人参でいただきたいと思います。たっぷりつけて、ポリポリ食べれると思います。あ、音がいいな、うん、うん、おいしい。おいしい、まろやかで、はい、野菜と合いますね、すごく。そうなんです、包み込んでくれる感じ。そう、ありがとうございます。めっちゃおいしいです、食べてみてください。無糖姫もちょっとうるさいですよね。無糖プリンセスちょっといやどうですか、もう味にはね、もう味にはだいぶもうどうですか。めちゃくちゃおいしい。うん、なんか普段食べてるマヨネーズと風味が全然違う、うん、全然違う。嬉しい、そうなんですよ、なんか結構、丸い感じ、まろやかですね。そうなんです、うん、まろやかなんだけどちゃんとしっかり味があるというか、ぜひ、うんうんうん、二人が食べてるとなんかピーターラビットの世界みたいな森さんも仲間にしてください。俺が食べるとなんか違う、なんかじゃあ食べてみよう。
な。そうなんですよ、はい、なんだこりゃこれだけでもちょっとなんかフルコース食べてるみたいな充実。いや嬉しいですね、すごい、ありがとうございます。ていうかこのマヨネーズ本当に美味しいですね。ありがとうございます。なんかお野菜と一緒に食べるとお野菜の味がこう引き立つ感じが、なんかちょっともう一個食べてみたい。豆乳クリームチーズ、これ青大豆と白大豆で、あれなんかとわちゃんの目が本気になってる。本気になってる。またマヨネーズとは質感がちょっと違って、うーん、おいしい。なんか不思議、なんか食べたことない感じの。何が入ってるんですか？これはあのだから塩麹とかブラックペッパーとか。ん？ん？そうですよね。これ絶対フランス人とか好きそう。うん、そうですね。麹なんだ。そうなんです。塩麹とかも使ってるし、あと酒粕とか味噌とかですね。チーズって名前ついてるけど、うん、はい、もっと和な。そうそうそう、谷崎潤一郎的な世界なんて言うでしょうね、旨味って感じがしますね、うん、凝縮されてますよね。これはサミットでオードブルで出すべきでしょう。あれなんか来年広島でサミット感じじゃなかったっけ。あれそうかもしれないですよ。これ絶対出すべきでしょう。これ、ね、出しましょう。岸田さん見てますか。これ絶対いいですよ。これ絶対出すから、ちょっとちゃんとアピールして、はい、これサミットで出すと絶対世界の首脳が美味しいです。やっぱりこの限界集落に価値があるっていうことを伝えたいなと思って、うんうんうん、限界集落ってもちろん山の中がほとんどですけど、うん、山の中なのにブルーオーシャンみたいな、うん、うまいこと今ちょっとうまいこと山の中にブルーオーシャンで僕ね、限界集落って言葉をポジティブな意味で聞けたのって、うん、今日、うん、僕初めてかも。あ、嬉しいです。もう限界集落ってもう10年ぐらいここね、うん、大事な問題になってるじゃないですか。そうですね。でやっぱりそこご出身。そうです。で今どんな状況なんですか今は。もうだから320人ぐらいの集落なんですけど、うんうん、20代30代の数って言ったら多分20人いるかいないかですね。妹さんは大学でこっちの方に来たじゃん、東京の方に来たじゃないですか。でよくそこでね、うん、やっぱりふるさとのことを忘れなかったっていうか、ね、いや実は途中忘れてました。ほら忘れたのか広告の頃。そうですね、広告の頃はもう地元なんて帰らないぞっていう感じでしたし、うん、でもやっぱりその僕が農業のことに触れるようになって、で改めて地元見てみるとめちゃくちゃいいとこじゃんっていう風になったんですよね。2018年に西日本豪雨があって、うん、でその時に僕らも農業のことやり始めてたんで、地元のためにっていうので、まあ、土砂が入ったところとかを泥かきして手伝って、まあ、2週間で140人ぐらい仲間が来てくれて、実は僕出身地だって言いながらも暮らしてたのは滝原市の市街地に暮らしてたんで、うん、あんまり寝泊まりしたことなかったんですよ、うん、だけどその2週間そこに暮らしてみると、いやなんと素敵なところなんだって思えたというか、それまではもう何にもないし、こんなところもう絶対住みたくないと思ってたんですけど、築150年の古民家があって、すごい、家の中なのに夏になると蛇が出るんですよ、でもやっぱりその24号の時のボランティアで2週間暮らしてみると、もう本当に豊かだなと思えたというか、自分たちが農作物を作ったもので食べていくっていうこととか、なんかジビエが勝手に届くとか、うんうんうん、星が綺麗に見えるとか、うん、お父さん今みたいな話聞くとどう思う？いやでもそういうふるさとがあるのはちょっと羨ましく思いますよね。あ、そうかそうか。やっぱり東京出身で今こうやって農村の魅力に気づいて、で気づかせてもらって楽しんでますけど、なんかそういうルーツがあるところで素敵な場所に帰ってこれるっていうのはめちゃくちゃいい財産だなって思いますよね。それこそ井本さんから武藤さんがこう習ったことというか学んだことってどんなことですか？でも今見せてもらったああいうクリームチーズだったりとかもそうなんですけど、やっぱり最初にこういわゆる農業を始めますっていうと、じゃあ土作りを学ぼうとか野菜ってどうやって作るのみたいなところを学ぶものだと思ってたんですけど、でも妹ちゃんに最初に会った時に、そうじゃない、先にブランド作っちゃえばいいんだよみたいな、
届ける人がいればあと作るだけじゃんみたいなことを教えてもらって、あ、そっちの視点から農業とかって見たことなかったと思って、まあ、自分で畑やりながらも先に商品とかブランドを作って、地域のいろんなこう農家さんからあの食材とかを仕入れさせてもらって、そこから加工品を作って、で後々あの自分の作ったものでその商品がこう作れたらいいななんていう妄想を抱きながら、今自分のブランドであの商品を作って販売してて、こういうあのひまわり油とか、素敵、おしゃれみたいなアイデアから、ね、綺麗だ、まず見た目が綺麗ね。これもあの小諸市でひまわりを育てられてるあの、うん、おじいちゃんがいて、あ、確かに浅間屋って書いてある。そうなんです。でその方から無農薬のひまわりを仕入れさせていただいて、ひまわり油にして食用のオイルとしてうちで販売させてもらってるんですけど、今までだったらもうひまわり自体も自分で作んなきゃいけないのかなみたいな、うん、そんな印象だったんですけど、そういう概念を妹ちゃんが全部ぶち壊してくれましたでもやっぱ武藤さんが作るとこんだけおしゃれになりますよね。そうなんです、ね、そこでもすごくポイントで、うん、本当に千春ちゃんがアウトプットするものって、うん、佇まいがすごい洗練されてるんですよ、ね、うんうん、これが太陽の色ですよ。確かに、そうです、そうですね、ね、太陽を集めて、うん、はい、やっぱバッチリメイクと超可愛い爪で農業してるとこういう効果もあるっていうことですねそういうことですあの武藤さんの効果はどういうふうに感じてらっしゃいますか？いや、もう大変な影響力なんじゃないかなと思うんですよ農村においてはですね。本当ですか？いや、もちろんあの都会でもね、あのバリバリ彼女は活躍してますけど、農家さんたちって、まあ、農家だけじゃないですけど、その田舎に暮らしてるとその地域の魅力っていうのはあんまりこうみんな感じてないんですよね。当たり前すぎて、当たり前すぎて、美味しい空気ってなんだみたいな。彼女とかはすごいそれを見つけて、これ魅力ですよねって言ってあげるパワーがあるというか、でそれもしかも今の時代ってそれをどんどん SNS とかで個人で発信していける時代じゃないですか。でそれは彼女は発信力がめちゃくちゃあるんで、より魅力的に伝えてあげるっていうことで言うと、農家がもう想像もしえなかった形として、その自分たちの作ったものがはるかに価値があるものだっていうふうに届けてくれるっていうのは、農家にとってももう一回こう誇りを取り戻せてるんじゃないかなっていう。やっぱりこれあれですか、なんか他の仕事やってて農業に移るって人多いんですね。そうなんです。だから新規就農する人たちっていうのは、僕はビジネスマンの方がこれから向いてるんじゃないかなと思うんですよね、農業に。私去年1年それこそ農家の方に見せていただいて、いろいろちょっとお手伝いとかさせてもらって、両立無理だって思っちゃったんですよ、うんうん、結構大変じゃないですか、やっぱり農業をするのって。料理選ぶ作物とかにもよるんじゃないですか。そう私も去年畑やってみて、まあ、すごいあの地べたな話ですけど、キュウリの収穫にめちゃくちゃ追われて、うん、毎日畑行かなきゃいけなくて、夏すっごい大変だったんですよ、うん、でもそうじゃない作物もあるじゃないですか、うんうん、例えばジャガイモとか土の中で育ってくれるものとか、うんうん、こう収穫の時期をちょっとずらせるとか、例えばこう果樹とかでも、ものによっては今だって収穫しなきゃいけないものと、あ、まあ、この1週間ぐらいで収穫しようみたいな緩いスパンで育てられるものもあるっていうのを、うん、自分に合わせたものを見つけるのもまたそれも楽しいですし、うんうん、見つかったらそれがそれですごく自分の生活に馴染んでって、うん、まさにノーライフですね、ノー暮らしの中心に置くって、そういう感覚かなと。いい話絶対両立できない、無理って思っちゃってましたもん私は。だからなんかやっぱりベースはちーちゃんともすごくよく話するけど、やっぱり暮らしだと思うんですよね、うん、農業っていうビジネスのところにフォーカスするよりも、うん、自分のライフスタイルをどうデザインするかっていうところに合わせての何作るかとか決めていけばいいわけで、どうやって作るかっていうのも決まっていくんじゃないかなと思います、ね。いや今日農業のすごい面白さというか可能性がたくさん見えました ね、あとイマジネ大学農学部がまあこれ充実してきたなと、うん、本当ですね、農学部ね、えそうなんです、学部、はい、今回イマジネ大学ということで、はい、私と視聴者の皆さんに、まあ、総括的な課題をいただけると嬉しいです。はい、あの課題としてはみんなその暮らしの中にテーマってあるのかなっていうのを思うんですよ、うん、ただ暮らしてるだけっていう人たちが多いし、やっぱり都会での暮らしとかしてると仕事のために暮らしてるっていう人たちも多いんじゃないかなと思うんですよ、うん、でも本来暮らしの方が大切で、うん、その暮らしが向かってる方向ってどんなこと大切に生きてるのみたいなのはなんか問いたいなっていうか、うんうん、それをなんか課題として自分の暮らしのテーマを考えてみようっていうのは、まあ、素敵、ちょっと思うかなっていう、はいはい、ということで
自分の暮らしのテーマ考えてみたいと思います。素晴らしい、はい、ということで井本さん今回ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。キャビンアテンダントになりたい皆さんへお話をさせていただきます。私のプレゼンテーションなんですけども、こんななんかカメラが自分にこう集中してる、ちょっと緊張します。皆様こんにちは、元キャビンアテンダントの佐藤岡光菜と申します。今日はキャビンアテンダントになりたい皆さんへお話をさせていただきたいと思います。まずは体力に自信があるかどうかを確認しますね。体力がないと理想だけではなかなか仕事はスムーズにはいかないという時代になっていまして、まあ、機内での仕事は皆さんもご存知の通り体力も使いますし、精神力もなかなかないと難しいような場面が多いんですね。というのはやっぱり密室ですので、いろんなことが起きた時に自分たちで解決をしていかなきゃいけない、もしくは解決の糸口を探さなきゃいけないということがやっぱりとてもストレスに感じる方が多いと思います。一貫して私が思うのは依存しないということだと思うんですね、まあ、いろんなものに依存、物に依存したり、まあ、執着をするとか、経済的にも誰か、まあ、親だったり自分を守ってくれる人とか、養ってくれる人からの、まあ、自立するっていうことですね。あと、まあ、精神的にもなんとなくこういつも誰かのこう保護のもとっていうところから抜ける、まあ、自立するなんていうところがすごく大事なことだと思うんです。でなぜ大事かっていうと、もちろんその自立していなくても仕事はできるかもしれないんですけれども、一番自分が楽にいろんなものを手放しているからこその自由というものがあるんじゃないかなっていうのは、自分が CA になりたいって思ったきっかけも同じようなところであったので、すごくそれは感じます。あんまり準備をして成功する例って、まあ、もちろんあると思うんですけど、こういったものは勢いと情熱だと思うので、例えば CA になりたいのかとか、私の場合は自分で独立したいのかっていう思いが強いかだと思うので、そこら辺が本当にそれだけの、まあ、勇気とやる気があるのかっていう確認をして、そうであればやっぱり自分の人生だから自分で切り開いた方がいいと思うよっていうようにはアドバイスをします。でただその CA という仕事はもちろんやってみて自分が決められるのが一番いいとは思うんですけど、やる大前提としてはさっき言ったようにやっぱり体力がある程度ないと結構厳しい、自分がやっぱり辛くなるので、自信があれば反対にそんなにこう英語ができなきゃいけないとかそういうことよりも体力と精神力があれば絶対にこうなんとかなるような仕事だから、あんまり深く考えなくてもいいんじゃないっていう感じで、こう背中をポンポンと押してあげるっていう感じですね。1年に1回リカレントがあって、そのたんびにものすごい大きい声を出してお客様のこう誘導をするんですけど、本当に最初の入社の前の訓練の時にちょっと恥ずかしいかなって思う気持ちもあったかなぐらいで、やっぱり使命感ですかね、お客様っていうものを機内でまあサービスをしたりとか、本当に倒れてしまって自分たちが何とかしなきゃいけないっていうものに遭遇していたら恥ずかしいとかそんなこと言ってられない、やっぱり私たちが運んでいるものは物ではなくて命なんだっていうところに気づくので、恥ずかしくもなく大声が出せるようになります。CA で特化して言えば決められた空間というか、あそこを自分の意思では出られない、まあ、何時間かは
なのでその中で限られた空間と、まあ、状況と物資と人とその中で最大限自分の、まあ、アイデアをお客様に出すことができる、そういう意味でものすごくクリエイティビティがないとつまらないし、乗ってるお客様もあこの人じゃなくてもいいなとか思われると思うんですね。この人でよかったなって思われるっていうことはやっぱすごくそこには想像力っていうものが必要なんじゃないかなって思います。私のプレゼンテーションなんですけども、私はクライアントと対峙するときにこういう話をよくします。一つは私が、イタリアのですねデダロミノッセ国際賞というものを取ったときに、イタリアのビゼンツァという町に授賞式にクライアントと共に行きました。そのクライアントと共に行ったときに一番驚いたのは、その授賞式にその町の人が大勢詰めかけてたってことなんですね。それはどういうことかというと、建築を作るっていうことが建築家とクライアントその一方向じゃない、それが広がりを持った活動であるっていうことがこの建築の面白さっていうことだったんですね。なので人が作ることの建築、クライアントが作る建築がその街とか世界が注目しているっていうことなんですね。そこは非常に重要なことなんです。まあ今日本ではやっぱりいろんな建築がもう毎年のようにこうできてきてます。もう少し意識的にその敷地の外のこと、町のこと、都市のこと、そして地球のことを考えたときに、我々がどういうデザインであるべきか、そして建築家を超えてですね、クライアントがどうあるべきかということと強くこう結びついてるのが建築だっていうふうにそのイタリアに行ったとき感じました。なのでそのイタリアに行ったクライアントはですね、1階に大きなオープンスペースとして、町に開いたガーデンスクエアという場所を作ったんですね。でそれはどういうことかというと、研究所なんですけども、普通閉じてしまいます、建築を、セキュリティの問題とか。そうではなくて、もっとこう社会に開いた、地域に開いた場所にしようっていうのが我々のプレゼンテーションの一つでした。コンセプトはバザールって言ったんですけども、市場のようであり町の一部であるような場を建築の一環に作る、まさに開かれた公共性をこの建築がまとえ続ける、これは非常に僕は大事なキーワードだと思っています。一つ一つの建築家ですね、そういうような開かれた公共性を持ち続けると、それはオフィスや研究所だけではなく住宅もそうですし、そして大学なんかもキャンパスっていうのは開かれてますよね。そうやっていろんな人がここに来ていいよっていうような、まさに余白のような、縁側のような場所、まあ、僕はこれはアベイラブルなスペース、 The Place of Availability って言ってるんですけども、あなたがどうぞ来てくださいっていうような感覚を持つ建築がどんどん増えるとですね、建築そのものの意味がどんどんこう解体されて、その建築が立ったら私に幸せを寄与できるっていう場所がどんどんできてくると思うんですよね。そうすることで建築がどんどんこう市民権を得て、町の人にも愛される建築として存在していく、そういう公園のような原っぱのような、そういう建築っていうものを私たちは常にプレゼンテーションして、特に最近はですね、オフィスや研究所のみならず個人住宅であっても集合住宅であっても、最近は大学を我々の方で設計してますけども、
そういう開かれたプラットフォームのような場所をどう私たちは社会とともにクライアントと一緒に作っていくかって、これは非常に大切なことだなとちょっと思ってます。我々プレゼンテーションの時に、この新しい空間をこう提示します。で、その空間を提示する時にですね、ここがどういう空間であるかっていうのをみんなで考えてみようっていうワークショップをよくやります。一方的にですね、我々がこう提案するだけではなくて、こういう場ができた時にあなたたちはどういう働き方になるだろうかとか、どういう人生を送るだろうかっていう、そういう長いタイムスパンですね、長いタイムスパンとこの働き方、生き方、過ごし方みたいなものがこの空間によってどう変わるのかっていうのをみんなでまず議論するんですよ。そうすると非常にこういろんなインスピレーションがみんな湧いてくるわけですよ。要は今まで我々が企業として考えてた一つの方向性だけではなくて、いろんな人がこうつながることでより自分の生活が豊かになったり働き方が変わるっていうことをみんな認識していくような、そういうワークショップの場を作ることで共有化していきます。もちろんこういう形ではないっていうフィードバックも我々の方には寄せられますし、そういうものを我々は毎回毎回こういろんな形の環境を模型で持っていてですね、そこで多くの人たちと議論することでだんだんこう、まあ、説得ではなくて納得ですよね。我々はその共犯関係的な、どういう場が我々にとっていいのかっていうのを心底やっぱり理解し合ってですね、建築を作っていきます。なんで非常に時間かかるんですけども、とても面倒な作業でもあるんですけども、そうすると何が起きるかっていうと、やはりこの建物は私のものであるっていう感覚を持ち始めるんですよ。そして町の人も私のものであるっていうふうに思い始めたら、その建築は町のシンボルにもなり、町に愛されるものにもなる、そういうようなお互いのこう信頼関係の中で、出来上がっていく、そういうようなプロセスをやはりこれからどん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 増やしていかないといけないんじゃないかなって、僕は思っています。はい、クリエイティブは私を植物屋にも夢があるっていう話は納得してないままやるとか、そういうことはもう絶対にしたくないっていうの。では、私の学生時代の話をしますね。アメリカで学んだことをお話します。この番組はエイブル、清水建設、人の時を思う JT の提供でお送りしました。